仕事よ。またしても歴史の改変が起きようとしておる。宇宙の帝王フリーザ、トアはこやつにも力を貸しておるようじゃ。ターレスとスラックもおるじゃろうし、なかなか骨が折れそうだわい。トランクスたちは先に行ってミラの行方を追ってるわ。この前はちょっとカッコ悪かったけど、トランクスと彼のパートナーの実力は信用できるわよ。あの二人が追っているうちはミラもそうそうあなたに手を出せないはず。だが油断は禁物じゃぞ。なんといってもあのフリーザじゃ。ほんとに恐ろしい相手じゃぞ。よいか、お前はまだまだ半人前。くれぐれも無理せず無事に戻ってくるようにな。心配だって素直に言えばいいのに。うるさい。ふん、まあ頑張ってこい。まさに身の程知らずも甚だしいというやつですね。すぐにドラゴンボールの願いの叶え方を教える気になるでしょう。ミーナはまだ気づいておらんが、メールはこれが最後の警告にします。ドラゴンボールの願いの叶え方を言いなさい。死ぬことになりますよ。その出勤は無駄だ。地球人たちのところに宿らない。俺は死んだ。合言葉を伝えにな。おのれ、だから一旦隠れたこの顔。いい時間じゃろ。君はターレスとスラックを探し出して。ちょっと待て、スラック、ドラゴンボールのそばにいましたよ。なんでと、私のドラゴンボールを奪いに来よったのか。今から助けに来ても間に合わんぞ。どうすればいいんだ。しょうがないわね。一回戻ってらっしゃい。はぁ、あ、お前何でそんなこと言っとるんじゃ。実況の機会じゃと。だからこそよ、おじいちゃんは黙ってちょうだい。